ゲイコのみんな、アオイス。今回プレイしていくのは、スーパーマリオ RPG!8 回目だよ。はい、今回からは、ローズタウン。Here we go! 実はね、マリオの映画がやるというので、PV をね、ちょっと見てきて、テンション高めなんだよね。だからこんな感じなんだけど、ただちょっと冷静になって考えると、マリオの声がね、64マリオみたいなね、高い声じゃないんだよね。だから見た目通りのおじさん声で、まあ、それはそれでいいのかなって思っちゃって、だからもう普通に喋っていきます。はい。ママ、トイドって前回僕を人形でボコってくれた子だよね。ママ、今、外でね、見たんだ。ジーノが、森の方に歩いて行っちゃったんだ。ジーノって前回、人形だよね。青い人形。っていうか、ジーノって何、誰はいはい。この間は、ジーノがキッチンのお皿を割っちゃったんでしょ。いや、あれは、いたずらをジーノのせいにしてるんだ。でも、今度は本当なんだ。本当に歩いてったんだよ。今度は何を壊したの？こっちにいらっしゃい。あ、耳ギューされてる。本当なんだよ。あ、マリオ、大丈夫？ごめんなさい。いや、謝らないでくれ。でも、ジーノは森に何しに行ったんだろう。いや、子供に謝られるとね、ちょっと、悲しくなるんで。ガミガミ。あ、上がっちゃった。なんか、こういうところにね、なんかないかなーってね、ずっと探ってるんだけど。なんか、矢探ししてるみたいでちょっと嫌だよね。ジーノって強いでしょ？いや、君の方が強いよ。僕を怒っちゃったんだからね。あら、マリオさん、止まっていきます？あ、いいの？っていうか、あ、さっき止まったからね。どうぞどうぞ、お金なんてとんでもございません。あ、そうなの？トイドーと遊んでいただいたのに、いや、こちらこそ怒っていただいて。ピース。なんか、マリオのピースを見ちゃうと、一瞬、サミング攻撃に見えるんだよね。メチブシーみたいな。なんか、すさんだ生活を送ってるから、そう見えちゃうのかな。あ、何？キノピオじゃん。マリオさん、お休みのところ、すいません。これを届けたくて。何？あ、フラワーカプセルもらった。では、頑張ってくださいね。あ、やった。あ、なんか止まると、結構こうやっていいことがあるんだね。いいこと。フラワーカプセルが随分溜まっちゃったんで、これ積極的に使っていこう。今まで結構ね、フラワーポイントケチってるから、使わないんだよね。でも使った方が絶対よね。これ全部使ったらフラワーポイントも26とか上がっちゃうから、使っとこう。もっと上がるよね。じゃあ、森に行けばいいのかな？よし。人形？向いてる方には来なかったよ。ああ、こっち方向ね。こっちから動けないから。じゃあ、ほとんど見てないな、この人。じゃあ、ローズタウンをちょっとね、探索していこうかな。ああ、当たったらもうこっからもう動けないんだ。これは悲しい。あ、動いてる。この上の俺の家には宝物があるんで、仕掛け階段をつけたんだ。そしたら、息子がいじっちゃったらしいんだ。矢が降って外は危険だというのに。マリオ、家の中から階段を出して？階段を出してってどこ？上がれねえんだけど。あ、頭から登れ。あ、いけるいける。家の中じゃあ入りますか。隠しとかないかな。よし。あ、あったあったあった。これは？あ、多分これ取ると、ほら見て。フラワーポイントの上限が上がってるんだよね。今までこうやって上がってたんだね。じゃあ。上がったね。じゃあ今は？上がってる、20人。やったね。こういうとこにはないか、さすがに。めっちゃお得な。なんか矢探ししてるみたいだな。パパ帰ってこないな。また宝物探しに行っちゃったのかな？あ。あ、今のでなんか階段降りたのかな？おお、また出た。今、カエルコインだね。やったね。でも、めっちゃお得な矢探しだね、これ。あ、登ってきたの。階段できてるわ。おお、マリオ、ありがとう。ところで、宝は無事だったか？無事だった？なかった？え、これまずいんじゃね？取っちゃダメだったの？いや、普通取るでしょ、あれ。
なかったっていうか、うん、私撮りました。嘘って、あ、見に行った、戻ってきた。ない、マリオ、お前しか撮れるやつはいないんだぞ。あ、撮りました、ごめんなさい。知らないじゃない、とぼけないとぼけない、マリオそういうやつじゃない、ごめんなさい。謝った。おかげで矢にも当たらずに済んだしな。俺にいいことを教えてあげよう。お礼でいいの？取っちゃったんだけど。この先の森の出口が4つあるところで、住んでいる方向に対して左まっすぐ右、え、左まっすぐ右と言ってごらん。あ、メモっとく。左まっすぐ右ね。うん、宝物があるぜ。あなたのお宝取っちゃったのに、取っちゃったのにいいの？宝の場所を教えてもらって、スイッチ、え、面白いから乗っちゃった、パパに怒られちゃった。君だったのか。よし、そう、悪いことしたけど、まあこれがゲームだよね。困った困った、木に、森に木を取りに行けないよ。あの人も矢に刺さっちゃったんだな。うちの夫まだ帰ってこないのよ。雨にでも振られたのか。いや、矢に振られたんだ。大難だなぁ。ここには何もないかな。これこのままじゃずっと帰ってこないよ。あ、君はちっこ持っちゃう。何、あ、ここで止まっちゃったんだ。なんだこれ。あ、これはお行ピース、やったぜ。これまたフラワーポイント。これ21になったぜ。やったぜ。人に話しかけるよりも先、あ、ここにもあった。やった、カエルコイン。バカにならんな。なんか、この調子でいくと、ドラクエの、ドラクエの何？小さなメダル探しみたいになってるね。もう人ん家に勝手に上がってね、壺壊したり、タンス開けたりね。まあ、これも、ドラクエみたいなもん、いや、これエニックスだもんね。おや、マリオ。この頃めっきりお客さんが減ってね、何が欲しいんだ？やぶすまだもんな。あ、売ってる売ってる。キノコ、ハニシロ、復活ドリンク。欲しいな。復活ドリンク、買ったの5か。もう1個買っとこう。リフレッシュジュース。あ、これも買っとこう。2個買っとこう。ね。装備は売ってないのかな？あら、マリオ、来てくれて嬉しいわ。何をお探し？あ、こっち売ってんだ。分けてんだ。これが RPG の流行りなのかな？あ、しっかりつなぎ、しっかりパンツ。買う買う、マリオ、マロの道具だ。装備だね。買うわ。持ってる、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 持ってない。恐怖防ぎバッジ。高いけど、買ってくか。じゃあ、装備。普通のつなぎから、しっかりつなぎ。あ、強くなる。で、変身防ぎバッジは、さっきの恐怖防ぎバッジ。あ、ちょっと強くなるね。いいね。で、普通のパンツから、着古したパンツから、しっかりしたパンツへ。あ、かなり強くなるね。うん。ぼんやり防ぎバッジから、あ、ちょっと強くなるね。あ、でも、相手、うん、敵に合わせて、防ぐものを選んでった方がいいね。やっぱり、毒ダメージ、沈黙眠り、うん。恐怖、うん、変身防ぎだからね。だよね。これ売れないかな？売っちまうか。リサイクル、リサイクル。なんか、もう、着古したもの買い取ってくれるのかな？山は怖いけど、水を運ばないと生活できんのじゃ。水どこ？あ、ポンプあるね。これか。いや、矢にやられちゃったらもう水運べないよ。あ、僕遊びに行ったきり帰ってこないんです。あ、来たよ。あ、おしっこをしに帰りたいんだね、あの子は。探しに行きたいんですが、あ、矢が怖いもんね。助けたいな。おじいちゃんが水を運んでくれるんだ。僕たちも手伝いたいのにな。危ないから。危ないから外に出ちゃダメだって。ああ。おじいちゃんが一生懸命一人でやってるんだ。早くなんとかしなきゃ。
のぞくすぎる。あの子、あの子、なんとかしてあげたいな、これ。事件解決しなきゃダメなんだな、これ。しょうがない。森？なんか左左とか言ってた。あそこ？花ちゃんの森。あ、森だね。じゃあ、行きますか。いや、ウィゴーン！はい。こういうとこには何もないのかな？キノコ！なんか荷物圧迫してるから、そろそろ、うん、食べたりしていかないと、これ。ね、もうなんか、捨てなきゃいけなくなっちゃう。またキノコだ。マジで。結構今までの多分見逃してんだろうね。この子。すいません、すいません。あ？この子は、どうしようかな。花ちゃんだ。こっちが花ちゃん？こっちが。コピン。あ。ちょっと、とりあえず。倒れない。ピンをつけて。タイミングずれるな、ね、や。難しいね。9も入っちゃった。じゃあ、ここは、いっそ。スーパージャンプで。1、2、3。あ、しまった。下手くそだな。キャークアップ。ちょっとお試しでガンガン使ってこう。危ない。ちょっと先に押しちゃうんだよ。7、8、9、10、11、12、13。13か。いまいちだな。20ぐらい行きたいね。二人でサミング攻撃。ハニシロも入った。これ、無限脇だな、どうも。おぉ。どことかないのかな？またキノコじゃない？やった！こう行こう。キノコ本体だね、これ。またいた。化けてるな、これ。新しい敵だ。タコロン？タコロン？確かにタコっぽいね。浮いてるわ。ちょっと。あ、もうジャンプ使えない。じゃあ、こっちで。はい。72も入った。強敵そうなんで。タイミング難しい。62か。37。お、よし。今、おし。難しいですね、それぞれに。あ、やった。マリオのレベルが上がった。今度どうしようかな。魔法を、あげるか。そんな上がんないけど、でも、あげとこう。よし、ここで、いよいよ、うん。フラワーポイント使い切ったんで、はい。フラワーカプセルだよね。よし、これでどんどん減っていくね。荷物が減っていく。なんだろう。ネズミって、なんだろう。いっぱいいるな。もうちょっと早くかな、遅くかな、ちょっとわかんないね。中太郎か。中太郎はあんま強くないはず。前ぐらいに出てきたよね。はい。完封したいなぁ、こいつは。ユタロの雑魚だね。リフレッシュジュースでもらった。やった。結構出すんだ。バカにならんな。うわぁ、あ、なにこれ。ハドソン。上にいるあの、8ビート。B。8ビート。ハドソンでしょ、これ。いや、こちらエニックスなんだけど。で、ポピーに、
ドンキーコングじゃないや、ドソキユングだ。なんだこれ、いたの、ドソキユング。じゃ、ドソキはスーパージャンプで、あ、11。あ、やった。ドソキー倒した。まさかのドソキーユング。2回攻撃してくんだ。タイミングむずい。あ。100入った。ナイス。まさかの場合、ハドソンが出てくるとはね。マロどうしようかな。マロ、とりあえず、HP 上げたいね。めっちゃ上がっちゃった。上げすぎかなと思ったけど。そういうことがないのかな。ぴょーん。いいね。あ、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 またハドソンだ。ハドソン、今は泣きハドソン。花ちゃんが、なにこれ、これ右左とか言ってたけど、これ関係あんのかな。穴があるから全部入ってっか。はい、ピース。めっちゃいるじゃん。ちょっと、あ、出た。 あるんだ。油断ならんな。あ、毒になっちゃった。また毒になっちゃった。毒やばいね。毒ワンターンで5とか4とか入るんだ。行こう。48やな。毒。あ、っていうかキノコになったぞ。ミス。キノコになってしまった。キノコになったらお手上げかな？あ、逃げた。ハドソン逃げた。ハドソンが逃げたわけではない。あ、いた！また土足引きた。あ、毒。毒辛いな。よし、ここはもう、土足をスーパージャンプで。早め、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 早め。ちょっと、あ、いけたな。こっちいけないかな。66、よし。くる。完封。どうだ。オッケー。隠し宝箱があるってことだよ。おっと、危ない危ない。ここだな。絶対ここでしょ。ないな。こんな感じで探していけば、お宝が見つかるのかもね。いや、ことごとくスカでしたね。これぐらいは。ここかな？ないね。あ、寝てる。ああ、乗った乗った乗った。なんかやってる。うんってきた。ああ。あ、これで道ができたんだ。なるほどね。入っちゃった。入りますか。ん？また寝ておる。起きろ、起きろ、起きろ。あ、なんか、平和な子だね。この子平和なんだね。平和なんだ。ほっとこう。寝かしとけ。またキノコ手に入った。キノコだね。このキノコかな。かわしてこう、もう。このキノコだ。あ、キノコだ。あった。どっちだろう。あー、キノコじゃなかった。ここにあるね。ここ出口だね。おーおい。通り魔か。通り魔か、お前。通り魔か、お前。
だいぶ来たね。カチッていったわ。あ、セーブポイントだ。キノコ。この先行けますね。キノコこんなに取っちゃったよ。困ったね。あ、持ち物がいっぱい？捨てるのもったいない。よし、後から使おう。とうとういっぱいになっちゃった。じゃあ今回ここまでだね。セーブして終わりましょう。それでは、ご視聴ありがとうございました。まったねー。